次は京急久里浜です。東京湾フェリーの乗り場に来ました。これからですね、フェリーに乗船して浜屋港まで行きたいなと思います。今日はご覧の通り非常にいい天気ですね。梅雨の晴れ間というか、風は強いんだけど雲一つありません。はい、切符売り場にやってきました。お願いします。はい、どうも。地本線に非常事態が発生した場合は非常ベル、船内放送などここから、いよいよ斜面が、ありまして、ここがハイキングコースですね。はい、登っていきたいと思います。出足はかなりの急斜面ですね。一段でなってますけど、はい、見下ろすとこんな感じで、はい、歓迎船にやってきました。天城山、伊豆半島ですね。それから三浦半島、箱根、富士山、丹沢観音崎ということで見えるはずなんですけど、今日は霞がかかっちゃってますね。残念です。天気は悪くないんだけどね。はい、ここはショーピークになってまして、はい、対岸に横切山が見えます。ここから一旦下ってまた登るっていう感じかな。はいはい、少し下るとトイレがありました。観光地化されてる山だけあって、やはりこういうね施設が随所にあるのはありがたいですね。はい、だんだん絶壁が近づいてきましたね。でもまだかなり極まりて登る感じなんで、急斜面が待ってるかもしれません。まあ、全体的に木が生えていて、まあ、樹林帯みたいな感じになってるので、今日はすごく太陽が、まあ、きついというか、直射日光が暑いんですけど、まあ、ある程度遮られてますし、快適に今のところ歩けてますね。ここが海抜150メートルということで、ほぼ半分ですか。はいはい、これから頂上へまた登ります。はい、この石がですね、並べてある道は問い道といって、これ石材を切り出して、そこから滑らしていく道みたいですね。はい、ちょっと今外れましたけど、ということで登山道にはですね、結構こういう形で石が引いてあります。まあ、登山をしやすくするという目的もあると思うんですけど、まあ、同時に石を切り出した時に滑らせやすくするという目的もあったようで、非常に合理的な考えで作られているということが分かりました。
まあ、標高差でいうとね、あと100メートルぐらいだと思うんですけど、一気に登っていく感じですね。よいしょ。はい、あと山頂ですねに行く道と、あと東京湾を望む展望台に行く道があるんですけど、この東京湾を望む展望台はです、行く道は、まあ、土砂崩れで通行止めになっているということです。はい、でここからかなりの急角度の階段を登っていきます。よいしょ。はい、かなり登ってきましたね。この石切り場はすごいですね。こんな垂直に掘っちゃったんだ。はい、お寺の入り口まで来ましたね。拝観料がお寺700円。はい、ありがとうございます。今日はロープウェイは運休ですか。みたいですね。はい、ああ、そういう風邪ですけど、はい、今日強風ですもんね。そうですね。ああ、百尺観音30メートルぐらいあるってことかな。これそんなに深くは掘ってないんですけど、これだけくり抜いていったら結構すごいですよね。はい、上に地獄のぞきが見えますね。うんうん、なるほど、すごいかもしれない。涼しい風がね通り抜けてるんですね。こう、あ、日陰だし、ここまでね思いもよらぬ石段の急坂で割とね大変でした。うん、標高は大してないんでね。はい、いよいよ地獄のぞきですね。並んで待ちたいと思います。はい、それではちょっと行ってみます。一番先端ですね。はい、だいぶスターが見えてきましたね。大きいね。高さが31メートル、座高は21メートル。日本最大の磨崖仏。はい、昭和44年ですね。原型は天明3年に作られていて、惜しくも崩壊しちゃったんですね。なるほど、再建したと。